ももちのチャンネル。こんにちは、ももちのです。今日は2月14日、バレンタインデーですね。なので、今日はちょっと特別なお尻パンケーキを作ってみようかなと思います。では、早速パンケーキ作ってみようと思います。では、最初に用意するのはホットケーキミックスって書いてるけど、パンケーキ。は、豆乳で、私、牛乳飲むとお腹痛くなっちゃうから、牛乳をお家に置いてないので、豆乳で作ります。あとは卵。これを、甘い匂いがする。いい匂い。やばい、順番間違えた。早速順番間違えた。なんか粉入れるんじゃなくて先に卵と牛乳溶いとくんだって。知らなかった。卵割ります。そして牛乳を150cc 計量カップがお米用のやつしかない。 150cc160cc これを卵が見えない卵のところに作るだけの。よく混ぜて、その後でダマにならないように粉を加えていきます。無駄にボール使っただけだったな。はい。はい、混ぜてます。まだ混ぜ混ぜ。はい、混ざってきたので、そうだ、ここにね、隠し穴があるから、ここでやろうか。はい、ここでやります。ちょうど中身見える、これの。はい、よいしょ。ちょっと米がありますから、こっちに置いて、で、お待ちかねのこれ入れていきます。ちょび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 、ダマにならないようにちょっとずつ入れて。いいぞ、この角度。これいらないな。いらない気がしてきた。こんな感じ。見える？見える？どんどん追加して。でもなんかすでにダマになってる気がするんだけど。なんだんだろう。なんだんだろう。いっぱいやったらな、治るのかな。料理別に苦手なつもりないんだけど、お菓子作りはね、難しいからね。ちょっとずつ混ぜてたら大丈夫になる系かな。でもなんかさ、こういうのって、あ、いいんじゃない、いい感じになってきた。どう？どうかな、こんな感じ。なんかいっぱい粉入れた方がダマが潰れやすいかも。こんな感じだ。混
ってる。俺も回ってる。あ、粉が舞う。あ、結構もっちゃりしてきた。もちゃもちゃ。こんな感じです。うん、もうこれで全部入れた。空っぽ。空っぽです。キャー。こんなんが、もっちゃ、うー。はい。結構硬いね、これ。硬い。これぐらい。ダメ。おいしょ。結構硬いから疲れる。でもなんか思ったより少ないかも。どうなんだろう。どうなんだろう。普段そんなにパンケーキとか作らないからこんな量なのかしら。いつもねもっとシャバシャバで作っちゃうんだよね。じゃあ火を入れますよ。フライパンをねちょっと温めます。なんかねフライパンは一旦温めた後で濡れ布巾の上に置いてでするとあの鍋の中の温度が鍋の表面温度が一定になりやすいらしく、よいしょ、ちょっと布巾も用意しておきます。よいしょ、感じですかね。でそれやってる間にせっかくだからこれも使っちゃおう。このボウル実はちょっとお尻パンケーキにするためにコロネを作って絵を描いていこうと思っているのでコロネに詰め替えをしていきます。はい、コロネっていうのはアイシングとかをやるときに絵を描いたりする手作りできるなんかチョコペンみたいな代わりになるやつ。コロネっていうのがこの形のあのクッキングシートのやつ でその中にいろんなものを入れていろんなもので絵が描けるようになって、でコロネの中にこれを入れていきます。おーもっちゃりする。おうはみ出ちゃった。にゃんにゃん。おー怖い。おーこんなもんかしら。よいしょ、こんなもんでいきたいと思います。はい、なんかいっぱいやりすぎると最後にコロネあのねコロネ作って中身入れたらこれをさこうこっち入れる側ね取ってこうやってしてこうやってくるくるってやって中身がちょびっとずつ出るようにするんだけどさいっぱい入れすぎると溢れ出るからこれぐらいにしとくね。こっちも同じようにこうやってこんな感じ。じゃあアングルが手元見せたいけど顔も写そうと思ったら結構大変。こんな感じになります。でももうちょっとあのこの切り口の大きさをチョキチョキ切っていくと自分の好みの太さのペンになるのでなんでおすすめです。多分もうこれいい感じだと思う。うん、結構温まってきてじわってくるからだからこれぐらいでこれでじわってこのここが当てた時にじわって音がするぐらいがいい焼き色が出る。ピーピーって出ちゃう。うん、いい焼き色になる温度にフライパンがなってる合図なんだって。でもこのフライパン置いた後の布巾は火傷するから気をつけてください。はい、では、早速チョコペンじゃないけどコロネの先っぽ切っていきます。こんな感じ。ちょっとちょびっとだけ切ってどんだけ出てくる。あもうちょっと太い方がいいですね。いいよ。もうちょびっとだけ切って、はい、結構ねホットケーキでダイナミックだからアイシングみたいにもっと
こう細かいレース描いたりとかそういうのやるんだったらまた別なんですけど、今日はねお尻の形だけこう描ければいいかな。結構太めな方がいいんだよね。うん、これぐらいの太さだったらいいかなと思います。はい、じゃあ次はフライパンの方に移動していこうと思います。はい、では、フライパンのところに移ったのでつけていこうと思います。コロネ、先を切ったコロネをここで絵を描きます。お尻はどうしようかな、ちょっと試しに。お、いい感じです。コロネの調子は絶好調でございます。痩せちゃったお尻。お尻。こんな感じ。どうだろう。どうなんだろう。でこの上からこのホットケーキ、違う、パンケーキミックスを入れていきます。おいしょ。でもなんかちょっと量が 2,3 回分しかないかも。これでまあ、ちょっと。火が通ったら、うんね、これ多分乾いてると思うからこんな感じにして、あら、頑張れ頑張れ、色ムラが出るぞ。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ頑張れ、やめてやめて、急いで。できたかも、できたかも。よしよし、あとは、これに関してはちょっとあの私の思いつきでやってるのでちょっと成功するか分かんないけど、どうなんですかね。ちょっと楽しみだけどどうなるか分かりません。焼けるまでもうちょっと待っていただきます。待ち時間。いい感じちゃう？いい感じなんちゃう？はい、はい、あー触りたい。あるみたいになっちゃった。じゃーん、こういうお尻なんだな。はみ出ちゃったしな。うんうん。じゃあ次作っていこうと思います。先ほどの反省を生かしてここをもうちょっと太く切っていこうと思います。
アングルが、アングルじゃない、ピントが合わない。じゃあ第2弾作っていこうと思います。いくよ。ピー。あ、こういうの生きるが大事なのかも。あ、超いい調子。ちょっと二重で書いちゃう。さっきラインが細すぎてわけわかんなかったから。キャー、調子乗った。調子乗った。線がグニってなった。こんな感じ。よし、おいおい。でこれでちょっと置きましょう。これタイマーがあるから1分にしようか。1分待とう。ワンミニッツタンマ。タンマ、タンマってどういう意味だ。タンマってどういう意味だ。うん、セーフ。よいしょ。じゃあ、お、でもいい感じなのでは。どうしよう、足りるかな。え、どうしよう、お玉1個分しかない。キャー。出来上がった。じゃあさ、ちょっともうこれ使わないから、もう全部出しちゃう、ここに。全部出しちゃう。ウィーって。2個分いらなかったな。なんかもっといろいろするかと思ったけど、ちょっとね、引っ越しして数ヶ月経ったとはいえ、なんかいろいろしながら、生活と仕事だけじゃないから、なかなかね、いろんなものが終わってなくって、キッチンもまだね、もっと良くしたいんだけどね。よいしょ。なかなかね。よいしょ。2個いらなかったでした。はい、じゃあ第2弾ホットケーキ流していきます。いきます。私左利きだからね、かぶっちゃうんだよね。おい、来ます。行きます。怖いよ。ラストチャンス、ラストチャンス。ほっ、レッツトゥギャザー。薄くてもいい。伸ばせ、伸ばせ。そうだ、よし、いいかも。今回いい感じかもしれない、いい感じかもしれない。よし、オッケー、いい感じかもしれない。やったぜ。今こんな感じよ。はい、どうなのか。あ、お尻の割れ目のところに液が入ってきてしまった。やばい、お尻感がなくなっちゃうかも。ここでまた3分ほど、2分ぐらいかな。の時間がやってまいりました。はい、ではでは行きますよ。こっちからの方がね、多分ね、すくいやすい。お尻の上の側の方。なんかでもさっきよりちょっと不安だな。ゆるい。じゃあちょっとゆるいけど行きます。2分だとちょっとゆるいのかね。せーの、パホ。お尻ぽーい、お尻ぽーい。よかった。やったー、嬉しいぞ。私はちょっとはみ出ちゃったけど、でもまあまあいいんじゃない。でもなんかな、なんだろうな、なんでだろうな、なんか先に書いた線がすごい後から垂れ流された液体とほぼ同じ焼き色なのはなんでだ、うん、もっと焼いていいのかね。線だけは4分ぐらい焼いちゃった方がいいのかな。謎ですな。でもいい感じにできた。
よしよし。本当はね、そういうのとか買ってたんだけど、なんか時間なくなっちゃった。焼けたかな？美味しいと思いますけど、どうかな？はい、終わり。ほい、こんな感じのお尻パンケーキできました。バチバチ。ほい、ではこれを、次はこんな感じのパンケーキになりました。パチパチ、はい、どうでしょうか。まあまあいい感じになったのでは、うん、と思います。袋ができちゃったね、ここ。お、あ、時間だ。ほい。時間になっちゃったので、ではこちらで終わろうと思います。